天神ロフトビルは福岡県福岡市中央区渡辺通り4丁目にある天神ロフトを各テナントとする商業ビル。いわゆる天神地区の南端に位置するビルオーナーは三菱寺所。1989年の開業時はユーテクプラザ天神という電気店。1994年9月からはジクス天神という名称で営業していたが、 2007年11月15日にロフトが出店したことで再び名称を変更した。2007年11月15日に開店。ロフトとしては九州初出店となる。ビルの1階から7階に入居し、売り場面積は東京の渋谷ロフトとほぼ同規模の約5500平方メートル。これは全国にあるロフトでも4番目に大きな規模である。もともと ロフトの福岡出店話は1980年代に遡る。最近では岩田屋旧本館跡に2005年のゴールデンウィーク頃の開業予定だったが、福岡県西方沖地震の影響で出店が白紙になったことがある。岩田屋天神本店旧本館跡は昭和初期の建物で耐震補強に多額の費用がかかることから岩田屋が営業を 断念した経緯がある。運営会社が破綻したユーテックプラザ天神を引き継ぐ形で複合商業ビルとして1994年9月に開業。運営会社は株式会社ジークス。2004年10月には全面改装をしてリニューアルオープンした。2007年9月1日にはロフトの出店準備として8階の焼肉店と1階のマクドナルド除く 全テナントを地下1階へ移設した2021年8月22日に開業九州最大級の e スポーツの拠点と言われるありがとうございます